本日また集中のマスターから宅配を頼まれまして、本日はしゃぶしゃぶの林に来てます。よく自分も来るんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。宅配屋さん、今5月中自粛している人たちのために1人5回1件5件まで無料で配達してくれます。今回無料で配達お願いしました。集中のマスターから、テイクアウトのご注文なんですけど、こちらのお肉のメニューの紹介をしてもらってもよろしいですか。はい、今日が、富士桜ポークのしゃぶしゃぶのセット。こちら富士桜ポークになります。でもう一つが、霜降り黒毛和牛のセット。こちら霜降り黒毛和牛になります。こちらお野菜ですね。で、自家製のタレが3種類、あとこちら薬味ですね。薬味、あとお食事のきしめん、温泉卵ですね。逆ですね、はい、でこちらが追加の地金ポーク2枚になってます。これは何ですか。こちらは今日の母の日セットのペーパーフラワーになります。いいですね。こちらをマーヤンの子供さんに渡してもらって、お母さんに渡してあげてください。でこちらがマーヤンが好きな牛タン、今日はおまけをしておきます。おお。僕の兄貴分であるしゃぶしゃぶ林のしゃぶしゃぶをお届けしたいと思います。こちらがお野菜、たくさん入れてくれてますね。タレも醤油だし、ごまだれ、ポン酢で、あとこちら薬味ですね。こちらがトマトですね、もみじおろし、これはなんだろうな、天かすみたいなんですかね。ネギと柚子胡椒で、あと特製のラー油で、これは最後に締めのきしめんですね。で黒毛和牛、はい、で富士ヶ峰ポークと富士桜ポーク、そしてこちらは林さんから牛タン、僕がテイクアウトするということで、またサービスでいただいちゃいました。これから美味しく食べていきたいと思います。ベロベロにならないように行くんで、よろしく。ごまだれのマスターのおすすめの食べ方ですね。刻んだトマトで、ラー油、ネギ、続きまして醤油だし、柚子胡椒とニンニクとネギですね。ポン酢ってマスターのおすすめのやつですね。柚子胡椒、オニオン、ネギ、もみじおろしをプラスしたやつですね。じゃあいざ実食してきます。はい、はい、ではこちらのポン酢で、富士ヶ峰ポークとお野菜を一緒に合わせて食べてみたいと思います。いや、めっちゃ上手いじゃん。そうだよ、はい、いただきます。うん、あ、オニオンバツ、あ、これ美味しいです。マスターのおすすめ通り、間違いないですね。はい、はい、では次また行ってみます。ごまだれですね。まあ、YouTube に出たいがりなんだね。でお肉も一緒に合わせていきます。ごまだれ、マスターのおすすめ、トマトとラー油とネギのトッピングです、ね、ラー油なんだろう。行きます。いいですね、濃厚ですね。うん、俺ごまだれの概念変えますね。うん、うん、トマトが口に、うん、口の中に入ってきた時はすごい。あとラー油の独特の辛さ、うん、ラー油、あ、これおすすめです。ぜひ皆さんも自宅でやってみたらどうでしょうか。テイクアウトして林で。富士桜ポークですが、今一通りさっきポン酢の動画あげました。あとはちょっと食べ比べ自分の中でやってみました。一番美味しいのは僕はごまでした。で次醤油だしで、ポン酢、うん、まああとはもう皆さんもテイクアウトしてもらった時にどれがいいのかなって試してみてください。そして茂雄くん、茂雄くんの時の食レポ雑で本当すいませんでした。はい、次は黒毛和牛ですね。
ちょっと今日真剣ですいません、母の日なんで嫁に怒らないようにちょっと少しずつ飲んでます。はい、じゃあこれも投入してしゃぶしゃぶで、まず最初に家族に食わせるまでに、これは仕事だから俺が一人前で食います。やっぱポン酢から勝負します。きたきたきた、勝負いくぞ。どうかな、バーバーサスお肉、レディーゴー。まあ先週勝ちお肉を食べちゃいました。やっぱね、牛肉はね何しろ甘い、そしてうまい。じゃあ醤油だれからちょっとつけていきます。こちらはすり焼くのポン酢かな、まずポン酢の方が合う、俺的に一番うまいのは何でしょうか。なんだろう、ね、ちなみにこれは今来てるの、フジファブリックの志村正彦君とすごい仲のいいメレンゲの久保さんの富士吉田の時にライブ、凱旋ライブで来た時の T シャツ、これ久保さんの、まあ、新宿ロフトの関係の皆様から、僕も路地裏のメンバーなのでサポートさせていただいた時の T シャツです。今日はその T シャツを着ながらですね。でちなみにその日の打ち上げは集中でやってくれました。本当にありがとうございます。いい思い出です。はい、コロナ最後ごまだれいきます。はい、本当のこと言います。やっぱ牛肉はすき焼きかもしれない。林さんごめん、営業妨害だったらごめん。はい、正直僕やっぱりどれジャンルで分けするとごまかな、ごま、醤油、ポン酢だけど生卵だね。生卵ありがとう。やっと子供たちを寝かしつけましたね。こっから本腰入れて酔っ払い YouTuber としての最後ね、こちらです。林さんからいただいた牛タン、しゃぶしゃぶしていきたいと思います。こちら本当サービスでいただきました、ありがとうございます。林さん、またジムで一緒に汗流しましょう。ちなみにあのしゃぶしゃぶ林のオーナーさんは、スタイルプラスジムで一緒に汗を流しているジムメイトでもございます。はい、じゃあ飲んじゃおうかな、いつものやつ、金宮城中のミルフィーユ割り。はい、金宮炭酸、そして金宮そして炭酸。はい、そして混ぜない、まずこれ大事ですね。もうみんな寝かしつけたのでもうゆっくりやっていきたいと思います。これいきます。ネギちょっと残して巻き巻きして食べるっていうのもありですね。牛タン、これはねさっとなんですよ。お店で行って食べたことあるんですけど、牛タンはタンしゃぶはさっと、それがもう林さんの教えですね。まずはごまだれからいきたいと思います。うん、抜群。あ、でもこれもしかするとポン酢だな。なんかもう食った感じポン酢が一番うまいよな。じゃあ2枚目いきます。まだ口の中に残ってるっていうね。君は海上中うまい、本当に。あ、これポン酢だね、今のとこ。あと最後、醤油。醤油だれ。どんだけ本気出してくれるかって感じですね。こちらです。醤油だし。まあ、母の日ということで、今日、嫁さんも一緒に飲んでます。あとはもうゆっくり。飲んでいきます。さっとだからこれぐらいかな。少し赤みが残るぐらいの。決まりました。これ一番前の醤油だしです。で次が、ポン酢かな。で最後にごまだれ。やっぱタレが3種類あったりとか、その今日はマスターのおすすめのやり方で、熱
末中にお酒作るかも。末中にお酒ガヤガヤうるせえな。あの色トッピングの仕方も自由自在なので、あのテイクアウトはもちろんなんですけれども、コロナが自粛した際にはぜひしゃぶしゃぶ林遊びに行ってみてほしいななんて思ってます。宅配屋さんから、地元の名店から肉を頼むという企画、第2弾でございます。第3弾は、できればコメント欄とかに書いていただけるのかな、そういうお店さんを紹介していけたらなと思ってます。それかまあ僕の方で、あこのお店のオーナーさん大好きだから紹介したいなとか、なんかそんな感じでいろいろあのこの企画もやっていきたいなと思いますし、まあそんなことよりもいち早く僕がこんな YouTube でこんな自宅でいろいろ食べるんじゃなくて、本当はやっぱり各店舗に直接行ってそのオーナーさんと喋ったりとかっていうのが飲食店の魅力なので、ちょっと真剣でごめんなさい。ちょっと酒が足りてないのかな、母の日なので、その自粛モードが終わって、みんなが自由に動けるようになったら、やっぱりこう僕これからもまあその紹介いっぱいしていきたいと思いますし、各店舗さんとか、今度三浦料理店 の、 高下先輩、オーナーシェフの高下先輩とも、その観光というか宿泊業が弱っているということで、そういうお店さんの取材とかもできたらななんていうことを今考えております。それは Facebook の方で高瀬先輩があのチャンネルというか何ですかね、そういうアカウントみたいなのを作ってやってくれてるので、そっちと一緒にコラボして地域応援していきたいなと思ってます。新から新からこの方言かな、海外のお客さんまでがまた昔みたいに戻ってきてくれるっていうのは正直時間かかると思うので、ぜひ地元のやつらで地元を盛り上げていくっていう、その本当の意味でのこの辺のこの街の愛し方が分かる時期に突入したのかななんて思ってます。あとね、金宮城中のミルフィーユ割もちょっと流行らせたいなっていうのもあるんで、ちょっとみんなもぜひやってみてもらえたらなと思います。まあ、あとは定期的にギター講座みたいなのやりたいなと思いますし、怖い話も引き続き続けていきたいなと思ってます。今何しろ早く、いち早くこのコロナウイルスによる自粛が終わればなと思って、少しでも周りに笑顔を届けていきたいなと思うので、チャンネル登録と、まあ、いいねもグッドボタンも合わせてよろしくお願いします。今日はそんなベロベロではない集中チャンネル酔っ払い YouTuber マーヤンでございました。よろしくお願いします。 See you。 母さん、母の日おめでとう。はい、じゃあこの上を見して。え、母の日おめでとうの、いつもありがとうじゃない、普通。じゃあ、はい、これ林さんからです。母の日のやつです。